今シーズン、まあ、昨シーズンはすごい悔しい思いをしたんで、今年はシーズン終わった時に笑顔でいられるように、はい、頑張っていきたいなと思います。まあ、本日をもってオープン戦が終了して、いよいよ来週の金曜日に、ね、開幕という形になりました。若い選手がこうしのぎを削りながら、レギュラー争いしながら一軍メンバーに入るぞとい う必死な戦いがあった中、いよいよ始まります。まあ、シーズンを通せば苦しい戦いもあるでしょうし、楽しい時もあるでしょうし、まあ、そういう時でも最後までですね、諦めずに、選手と一つになって戦い抜きたいと思います。どうか143試合まずはレギュラーシーズン最後まで熱い声援を送っていただきたいと思います。